シェアサイクルって知ってます？シェアサイクル、はい、自転車？自転車。ああ、はい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 、知ってます知ってます。ドコモがやってんすよね。うん、あの赤い自転車。そうそうそう、その辺にたくさん置いてあるやつ、うん、都内だと、はい、千代田区とかやってる千代区とか、うん、あと港区とか文京区とか新宿とかやってて、であれ便利なんですよ、うん、会員登録しとくとその辺にある自転車置き場にピーってやってスイカでダーって乗ってって、うん、またどっかないところにたくさんポートがあるんで、うん、そこに置いてくるだけで、で30分で150円とかだったかな確か。あれって1回あたりの会員と月額会員みたいなあれじゃないですか。そうそう、どっちになってるんですか。僕は1回あたりですね。まあそんな通勤使うわけじゃないんで、ただちょっと行きづらい場所に行くときにあれ乗ったりとかしてるんですけど、まあ便利、うんうん、でいろんな区がやってるんです。区単位で広がってくるんですよあれ。で渋谷今までなかったんですけど、10月から渋谷もできるんですよね。へー、渋谷区によく行く人とか渋谷区に住んでる人はますます便利になりますね、うんうん、なので今後渋谷、新宿、千代田区、港区とあるんで主要な区がほぼ使えるようになるわけですけど、で渋谷と同時に練馬も始まったんですよ。うーん、ただ練馬は他の区と乗り入れできない。え、どういうことですか。乗り捨てできない、うん、練馬から乗ったら練馬に帰ってこなきゃダメ。そう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 練馬区内で使わなきゃいけないっていうね。でも練馬以外の区は全部連携してるんで、千代田区のポートから港区行ってもいいし、港区のポートから渋谷区行ってもいいし。あれって、自転車置き場がたくさんいろんな区にあります、うんうん、はい、そこに指定の自転車が止まってます、うん、で会員登録していると、うん、何らかのフェリカ、あのスイカ、何かでこう、うん、カチャって開けれる、ピッて解除できる、うん、でそれを乗って、うん、他のところの駐輪場、うんうん、決められた、うん、例えば僕家新宿ですけど、うん、新宿から赤坂まで乗って、そうです、ね、赤坂のところにガシャンってやっ やって帰りは電車でバイバイができる、 できると、うん、そうなんですよ。便利、区をまたいで全然できるんですけど、練馬区だけちょっと離れてるんで多分今連携しないんでしょうね。なんで便利なんですか。別にチャリ乗らないでしょ。チャリ買ったらいいんじゃないですか。ん、チャリ買えばいいじゃないですか。うん、でも会社の下とかにあるんですよポートが。そうすると仕事終わってそのポートで自転車乗ってピューって、なんだろう、近くの居酒屋まで行くじゃないですか、うん、そういう時とか。でもそれ近くの居酒屋にポートはないですよね。またピューって戻ってこなきゃ。おお、あるんですよもうこの辺はめっちゃあるんですよ。はいはい、うん、赤坂周辺。そうだから地下鉄のホームまで行くのめんどくさくないですか。結構深いし、うん、駅複雑だし。あ、そういうね、うん、確かにもう電車乗るのめんどくさいから、はい、会社下のポートで自転車乗って、はい、そのまま 2,3 個駅離れたところの飲み屋にピューって行っちゃうと、はいはい、でガチャッと止めて行けると。まあ150円なのはあの、はい、地下鉄の代金と同じなので金額的に得するかっていうのはあれですけど、はる、い、かに手軽ですね。まあ、楽ですね、うん、それってあれだな、ポートがどこにあるか次第ですね。そうですね、ポートがなんか500メートルとか3キロ先とかだったら、うん、全然意味ないですもんね。まあこの区内のシェアサイクルっていうのはもうかなり、はい、あの密度が高いですねポートの、はいはい、港区内、うん、そうそう、僕の家のほんとすぐ近くにもあるんですよ。それすごいじゃないですか。そしたら、はい、例えば友達と夜中までゲームで遊んで、はい、電車ないっつっても、はい、自転車で帰れますよ。ああ、友達たちは、うん、はいはい、飲んでなきゃいいんですよね、はいはい、うん、飲酒運転になっちゃいますからね。そうそうそう、確かに確かに。だからどこかで友達の家で遊んで終電ないなと思ったら、うん、その自転車借りて、うん、すごい。でもなんか中国、うん、僕行ってないんで分かんないですけど、中国行った知り合いがもう、うんうん、中国はチャリシェアチャリ文化だよ。いやでもね、いろんな国がそうですよ、うん、あの前ヨーロッパ行った時に、うん、ローマとかフランスとかパリとかもそうでしたし、あと台湾もそうですね。あの日本と同じようなシェアサイクルがあって、あちこち自転車で移動した方が全然便利なんで、あともうそういうのってもうマップアプリもスマホにできてるんで、なんか電車乗るより全然いいなっていう気がしましたけどね、うんうんうん、クレジットカードも使えるし。
いやそうっすよね、うん、日本だけ不便なんじゃないかもしかしたらっていう気がしてきました。いや日本だけじゃないですよ、アフリカだとそれそのままなくなるからな多分そっかなくなるか、自転車がないからな、まずあそっか自転車はないか、アフリカもないかまだ、うん、道がないんで、うん、自転車走れないし、まあでも日本も東京出ちゃったらね、うんうん、一気に車の方がというか車じゃなきゃ移動できなくなるからね、うん、そうですね、うん、まあでも都内はもういや絶対便利ですよね、便利便利、そうそう、僕自分の自転車乗ってますけど、うん、自転車の方もう大体あの5キロ以内かな、家から5キロ以内とか4キロ以内はもう大体全部自転車で行ってますね、うん、いや東京狭いからね、うん、そうそう、ちっちゃいから全然全部行けるんですよ、ね、あっという間ですよね、うんうん、あとあれですよね、メルカリとか DMM も自転車やるって言ってたじゃないですか、えシェアチャイシェアサイクル、そうそう、来年春とかだったかな、へえ、うん、やったらいいと思う、だってす便利だし、いろんなサービスができるとますます競争もできてね、そうですね、いいですよね、でもあれライフタイムバリューというかどう儲け方がどうするんだろう、す難しそうだな、うん、そのドコモのシェアサイクルは、うん、セブンイレブンも提携してて、ああやっぱそうですよね、セブンイレブンの駐車場なんですよ、あれってだって勝手に駐輪場を置いて勝手にやっちゃったぶんコラーって言われますよね、場所が必要ですよね、そうっすよね、うん、その場所代がめんどくさそうだな、ね、えでも自転車例えば、うん、僕がやってもいいのかな、あの自転車5台買って、うん、5台の位置情報を全部発信して、うん、あの勝手に乗ってくださいとかはあり、まあ、止める場所がその辺の路上駐車なければいいんじゃないですか、うん、うん、それはでもユーザーの、あのユーザーの、なんか、うん、ユーザー次第で、うん。でも例えばさ、うん、みんなが自分の自転車を持ち寄って、シェアサイクルなどはね、うん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 、そういうのよくないですか、あそれいいの提供したら人のも乗れるみたいな。ああ、いいですね。したら設備投資がいらないですよね。天才。天才ですよ。でもそうやるんじゃないの、メルカリとか DMU っていうのは。ですかね、うん。そんな何万台も自転車買ったりするのかね、最初に。いやもう大変です。どうなんだろうね。でもあのなんだっけ、あのドコモがやってるやつ結構チャリあの、うん、設備すごい ガチガチですよね。ちゃんとしてる、うん、あの電動バイクでさ、そうそう、あの残りのバッテリー残量も見えるし、うん、あれ充電どうしてるんですか、誰がいつやってるんですか、分かんない、非接触充電なん、でもどういうメンテナンスなんですかね、ね、うん、でもあのもし電動バイクって自分だと家でコンセントさしてとかやなきゃダメなんですけど、うん、うん、いいですよね、あのでもあのシェアサイクルでバッテリー切れってあんまないから、そうそう、すげえまめに誰かが何かやってるのかな、誰かがやってるんだろうね、もしくはなんかあの駐輪場のあそこの部分が接触充電になってる、でも駐輪場ってあれポートとはいえ何もないのと一緒で、うん、あの周辺に置くと GPS が認識して返却したと認識するだけなんですよね、うん、そうですよね、だから特に接触がどうなんかじゃない、でもあのなんかこの一応ありますけどね、そのここに置いてねんとか、そこで台数以上にチャリがたくさん置かれてるから、そうですよね、あんま意味ない、だからじゃあ誰かが例えばトラックとかに乗りつけて充電さんがいる、たくさん充電器をガチャガチャ取り替えて、大変、それも電動自転車にしなきゃいいのに、でも電動じゃなきゃ乗り気しないよね、うんうんうん、電動便利、うん、いやあれは便利ですね、うん、僕は友達と一緒にどこだっけ、池袋まで行ったかな、うん、近いっすよね、そうで池袋ってでもないんですよ、あ少ないんだ、あのポートがゼロです、池袋駅周辺、駅周辺というかなんだっけ、池袋何区、豊島区、豊島区まだ入ってないんだ、そうゼロです、そうだそうだ、だからそのすごい手前で降りて、そっか、そっからタクシー乗って行きましたけど、豊島区入ってないの不便なんですよね豊島区入んないと、はい、練馬区は繋がらないから、はい、多分相互運用できてないんですよね、うんうんうん、いや本当僕あれはもう今後なっていくでしょうね、まあそうですよね、車もそうだけどわざわざ持たなくていいし自分で、うん、そうあれがあればね、うん、タクシーも乗らなくなるだろうなって気がするし、うん、あと昼にちょっと離れたランチとか行くときに、うん、ああそれはめっちゃ便利、はいはい、僕今紀尾井町なんですけど、はい、赤坂駅とか、はい、そのちょっと先の六本木一丁目ぐらいまで行きたいんですけど、はい、まあさすがに徒歩じゃ無理ですからね、徒歩じゃちょっと面倒だから自転車っていうのはいいですね、うんうん、いいな、うん、これサイクリング兼ねて六本木一丁目の方まで行ってきましたね、はい、ぜひね興味ある人は使ってほしい、だってなんだっけワンデイ会員みたいなのなんかあの、そっか、最初ちょっとだけ会員、うん、ブラウザから行くとちょっとめんどくさいですけど、うん、会員になったら本当便利だからね、うん、
いいですよ、まず一回乗ってほしいな、あれはね、うん、ぜひこれ聞いて面白そうだなと思った人は、うん、あの道端に置いてあるあの赤いチャリ、あのチャリ、うん、あれをぜひガチャってやってみてもらえるとね。そうですね、うん。